三方にのせ根強された新種新種とは日本の神道において神に備える酒。三木という言葉は酒に語をつけたもので酒の微笑である。通常はさらに語をつけてお三木という。古事記には串の語があり、沖縄県にはうぐすの語がある。これらは木につながるもので酒の効能が気づいとされたことによるものである。 神仙には欠かせないもので、祭礼において、三を神前に備え、祭礼の終了後なおらで三をいただく。神に備えられ霊が宿った酒をいただく、また他の神仙と同様の神と同じものを飲食するという意味がある。また、二年参りで礼拝をした後に、三を振る舞われる神社もある。また、作り酒屋によっては、新酒を神棚に備えるところもある。白酒、 黒木、青酒、濁酒などの種類があり、醸造法も多様である。白酒と黒木の木は、酒の米で、白高し、黒高ともかく。黒木は黒お酒とも。演儀式によれば、白酒は、神田で採れた米で醸造した酒をそのままこしたもの。黒木は白酒に醸山残の根の焼け灰を加えて黒く着色した酒であると記載されている。後に、これに習って甘酒を、 ゴマの肝臓機能強化を知ってか、悪い追い止めにと、黒ごま粉で濁したものが、室町時代に用いられた。今日では、清酒と濁り酒の組を白酒、黒木の代用とすることも多い。かつて、三木は神社もしくは、宇治子が自家醸造していたが、現在は、酒税法の規制があるため、伊勢神宮のように清酒の醸造免許や、税務署からのどぶろくの醸造許可を得ている神社も、 存在する。幹の醸造目的などについては、ドブロクの項を参照。熊本県熊本市の熊本城横にある加藤神社では、地元伝統の赤酒が、お幹に使われている。福岡県太宰府市の太宰府天満宮では、飛び梅伝説にちなみ、梅酒が、お幹に使われている。葡萄栽培が盛んな地域では、山梨県笛吹市の市宮浅間神社で、ワインが、 おみきとして奉納されたり、大阪府羽び野市の本田八万宮で赤ワインがおみきとして正月三が日に振る舞われたりしている。なお、江戸時代にひな祭りで備えられる白酒の風習が生み出されたのは、白酒を備える風習が変化したものという説もある。みきを神棚に備えるおみきどっくりは、通常2本1組であることから、夫婦などが円満の例えと,とされ、 落語の演目にもある。おみきどっくりに刺す、竹を咲くなどして作った飾り物をみき口という。旧琉球国に属する沖縄県と鹿児島県の天道地方には、みきと呼ばれる米を原料とした独特の飲料が伝えられており、清涼飲料としても市販されている。これは砕いた米に砂糖を加えて自然発酵させたものである。海外における宗教にまつわる神聖な酒については、 古代ギリシア神話は、ネクタール、ゾロアスター教は、ハウマ、インド神話は、ソーマを参照。ありがとうございます。